Peggy 16. Sega.19年目、19年まだ、うん、19年経ってないのかな、そういうのがあって、これセガとナムコってあったんですけど、あの二大巨頭が、で入社したのは大崎より1年前なんで20年目ですね今ね、うん、プロジェクトにいたっていうのは多分デイトナが初めてです、初めてで結構あのからはずっと一緒かな、うん、強いとは 何なんだろうっていうのを常に考えてやってますね、うん、その時々でそれは当然時代で変わってくると思うんですけど、あの実はバーチャファイターの1からそうなんですけど、吹っ飛びも回し蹴り食らったら敵が吹っ飛ぶんですよ。その時実は体の形ってめちゃくちゃで、頭がこっち向いてるんですけど下半身こっち向いてるし、まあ、止めて見られないからバレないんですけど、人間的にありえないじゃないですか。でもそういう動きさせた方がやったーとか痛そうとかそういう感覚出るんですね。ちゃんと守っていかなきゃいけない。最初に作ろうって言った時はまあ、バーチャファイター1ってものすごく、まあ、ポリゴン数が限られてるゲーム、まあ、基盤からしてまだ当時から今からするとすごい貧弱な基盤だったんで、でその中でどんだけその人間をリアルに出せるか。アキラがいない頃にシバっていうキャラクターがもともといたんですよ。で僕そのキャラクターすごく好きで、まあ、見た目がちょっと特殊な感じで好きで使ってたんですけど、ある日突然亡くなってて、その代わりになぜかアキラっていうその白い道着を着たキャラクターが入ってたっていうことは覚えてるんですけど、でなぜっていうと一番その時、まあ、ロケですみたいな使用率がやっぱり低かったんで、そのキャラと変わっちゃったんだっていう話は聞きましたね。どちらかというとこういうことができたら面白いよねっていう方に比重を置いた作りをあの頃はまだして話があって、で、まあ、その時 4でなくした時に4では一応レバーで動けるようにしたんですけど、それもため4でなくした時に4では一応レバーで動けるようになんで取ったかは出してみて確かに面白かったんですけど、手と手をつないどいて、まあ、普通に戦いもできるんだけど遠くに離れるとグッて引っ張ったりとか、こう打ち上げたやつをドーンってこう落としたりとかっていうのがお互いできる、そう綱引きの要素も入った格闘ゲームみたいなのはちょっと結構作り込むし、まあ、技術的にもうちょっと冷たいねっていうところもあって今回はなくそうって4の時なくした、まあまあ4の時はそのモーションのシステムの問題っていうのがまあ一つ、負担っていうところでの問題が一つと、なるべくスピーディーな展開にしたいっていうことで、その時に風貌のまま持ってきた時の違和感が大きかったっていうことと、R で戻した理由としては、まあ、そろそろ巨体をちゃんと表現できるっていうその、まあ、いわゆる僕みたいなこの脂肪をこうビョンビョンさせるところとかもちゃんとできるようになったし、そのモーションを作るって私だけ投げられる時のモーション違うの知ってますか。影が他のキャラを投げる時と高嵐投げるときだと結果が違うんですよ。なぜかというと一応高嵐は体重が重たいからっていう表現なんですけどね、うん、そのために別のアニメーションを作んなきゃいけない。だからあいつのためだけにあいつのためだけに伝わるまあアニメーション出たらすごい大変、作るの大変で、ポンの時はそれをなんだろうワークフロー的にポンの時は固まったものを出すのは得意だったんですけど、やっぱこうまあ、どっちかというと柔らかいものっていうのがなかなか表現しづらかったんですよね。それが5ではまあ本当自由にできるようになったんで、今時の CG ができるようになったっていうのはやりたくてチキショーできなかったっていうのはあんまないですね。とにかくこれ、まあ、たくさん上げてってそれをチョイスする作業で新しいトライもまあ何個かやんなきゃいけないんだけど、ステージとかキャラクターとかはもう悩まなかった。ジークンドーとか、うん、あれ動きで分かりやすいですよね。あとチャニーあの中国拳法とあと、うん、プロレス、うん、とか、うん、あとそうね、だからあと大きい男とか、そうですね、一応今回珍しいんですけど、おそらく、アーケードの最新バージョンがそのままアメリカに行く、アメリカつかまあ海外ワールドワイドに、実は大体ちょっと古かったりしたんですけど、もうそういう状況で対戦ぜひ楽しんでいただければ。